パワー PC970FX パワー PC970 シリーズは IBM が2002年に発表したパワー PC アーキテクチャのスーパースカラ型64ビットリスクマイクロプロセッサである970シリーズは IBM と Apple により共同で開発されたこのプロジェクトは GPUL またの名を GIGA プロセッサーウルトラライトという開発名の下で進められた ギガプロセッサーとはこのコアの元となったパワー4の開発名である。アップルはパワーマック G5 に採用し、このプロセッサーは5年にもわたる共同開発の成果であり、将来複数世代にわたって採用することになると述べていたが、このプロセッサーのマッキントッシュでの利用は3年間と短命に終わった。IBM が CPU の高速化に失敗したため、アップルは G5 のリリース後1年で 3GHz のプロセッサを生産するという約束を撤回しなければならなかった。IBM はポータブルコンピュータに合うようにプロセッサの消費電力を十分に落とすことができなかった。Apple はこのプロセッサの派生品を3つ採用したに過ぎない。PowerPC は伝統的にビッグエンディアンとリトルエンディアンを切り替えることができるバイエンディアンとして設計されているが、 パワー PC970 はビッグエンディアンのみをサポートするように設計が変更された。このためパワー PC のリトルエンディアンモードを使用していたマイクロソフトのバーチャル PC は設計を変更しなければならず発売が遅れることとなった。IBM のブレードサーバ用モジュールである JS20、JS21 といくつかのローエンドワークステーションシステム P サーバは パワー PC970 を利用している。このプロセッサは、マーキュリー社のモーメンタム X 差 -200 のような、ハイエンド組み込みシステムでもまたいくつか使われた。パワー PC970 は、しばしば、マイクロソフトの x b o x 3 6に採用されている IBM のゼノンのコア、もしくはセルのパワープロセッシングエレメントと同じであると、誤解されることがある。しかし、 両者のマイクロアーキテクチャは PowerPC970 とは完全に異なり、単に VMX 命令に対応した 64bit PowerPC であるという仕様が共通しているに過ぎない。PowerPC970 は Power4 をシングルコアに簡素化させたもので、32bit よび 64bit の PowerPC 命令をネイティブに処理できる。 プロセッサコアのマイクロアーキテクチャとしてはアウトオブオーダー実行可能な 5A のスーパースカラであり主な仕様は以下の通りパワー PC970 はシステムコントローラーチップとの間で1方向あたり32ビットのフロントサイドバスを2本持ちプロセッサコアの速度の半分の速度で動作させることができるこのバスの帯域は 1GT-S で 上り下り合計 8GBS と G4 の MPX バスと比べると大きく速度が向上している。PowerPC970 は IBM によって2002年の10月に発表された。これは2003年6月に出荷された Apple の PowerMac G5 に対してリリースされたものである。IBM は PowerPC970 採用した最初のブレードサーバー。 ブレイドセンター JS20 を2003年11月にリリースした。パワー PC970 は 512KB のフルスピード L にキャッシュを持ち 1.6GHz から 2.0GHz までのクロック速度で動作した。フロントサイドバスはプロセッサのクロック速度の半分の速度で動作していた。パワー PC970FX は 90ナメートル SOI プロセスを採用し、2GHz では、最大 48W を消費する一方、1GHz 動作時には、摂取摂取65度で、最大 11W を消費する。Apple は2004年を通して 970FX ベースの製品をリリースした。1月に、x s e r v e G5、6月に、PowerMac G5、8月に、iMac G5 である。 パワーマック G5 では、水冷装置と合わせて最高クロック 2.5GHz で動作するプロセッサが採用された。iMacG5 では、フロントサイドバスが、クロック速度の3分の1で動作していた。不動小数点演算は、2GHz 動作時に16グフラップス。2005年の7月に省電力化、最高クロック 2.7GHz バージョンが、発表された。 1>, 1、4GHz 動作時 13W、1.6GHz、動作時 16W、2GHz 動作時 24.5W を消費する。IBM は、Power PC 970MP を2005年の第3四半期にリリースした。970MP は、デュアルコアプロセッサで、1、4GHz から 2.5GHz の間で動作した。 最大消費電力は 1.7GHz の時に 37W、2.5GHz の時には 100W であった。それぞれのコアは、L にキャッシュは 970FX の2倍となる 1MB ずつ、持っており、90ナメートル SOI プロセスで製造された。両コアのうち一つが、アイドル状態になると、そのコアは、ドーズモードに入って、スリープ状態になる。 パワー PC970MP は、Apple が PowerMac G5 で PowerPC970FX と置き換えた。一方、iMac G5 は PowerPC970FX プロセッサを採用し続けた。PowerPC970MP は、IBM の JS21 ブレードモジュールで使われている。2006年10月4日にリリースされた。 パワー PC970GX は、パワー PC970FX の後継モデルで、90ナメートルプロセスで製造されたシングルコアプロセッサである。32ビットと64ビットの両方をサポートし、L2 キャッシュは 970FX の2倍となる1メガバイト持っている。ゲート3カ膜の厚みを増して、DC ローデンを減らし、AC スイッチングで陰圧を下げて、 970FX と同等の消費電力で1、2GHz 2.5GHz で動作する。ただし、2006年2月に開催された、イシュック2006では、3.0GHz 動作版が発表されている。資料では 3.0GHz 八 85W で動作した。プラフィションと p a 六 t 百八十二 m は、PA セミ社が設計した、 ソックで、PowerPC970 の省電力な互換製品。PowerPC970 とは、マイクロアーキテクチャが全く異なるが、完全な命令互換性を有する。2006年8月21日のホットチップス18で発表された。PowerPC970 ベースのコンピュータ用に3つの専用のシステムコントローラがある。すべて IBM が製造している。 アップル、世界最速のパーソナルコンピュータ、パワーマック G5 を発表アップルと IBM が、パワー PCG5 プロセッサを発表パワー PC970 がアウトオブオーダーのウェイスーパースカラというリッチなコアであるのに対し、p p e やゼノンは、インオーダーのウェイスーパースカラという非常に簡素なコアである。その代わり、p p e やゼノンでは、 ハードウェアマルチスレッディングを実装して1コアでに、スレッドの実行が可能となっている。IBM ブレイドセンター JS21 製品、使用 IBM ストレンクサンス、パワーアーキテクチャーウィズニューロー。 パワープロセッサースハット一縮2006 IBM Power PC 970 MP ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ PC.Outch.Impress.co.jp スラッシュ DOCS スラッシュ2005スラッシュ1028スラッシュ f p f 0 4 h t m l r p r o c e t s o r ーラム、um、2005レポートパワー旋風が吹いた マルチコアプロセッサー、https コロンスラッシュスラッシュ www.hotchips.org スラッシュ w p c o n t e n t スラッシュ u p l o a t s スラッシュ hcrchives, h c g y m 8 2 m hcgym8s2, h c g y m 8 s 2 t h p d f ローパ e r v e r r h パフォーマンスアーキテクチャーオブザプラフィションと プロセッサーファミリー2018年9月17日閲覧 IBM Strength Sense Power Architecture with Neuro Power Processors ありがとうございます。